劇作家の重信信です。インスカの鈴井です。よろしくお願いします。おいしま、はいえー、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、シェフは名探偵第久話最終回いきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、なんともう最終回だったんですね。ねうん、えっ、ー、と、はい、最初二分のところ、はい、西島さんが椅子を探しに行くところが。うん。 なんでですけど強い行動でしたねああまあそのね大切なものだったり強い自分のね、うん、その執着するものだからこからね体の反応も綺麗だしでそこからね、うん、行動に移すのもすごく綺麗です、うん、素晴らしかったと思いましたねそうですよねまあその一つのやっぱり鍵ですよねあのお父さんとキッチンでの思い出の品っていう鍵でしたよねはいで次が13分のところはい 神尾さん、浜田さん、石井さんのこう椅子の、うん、あったか見つかったかみたいな <laughs> あの探してるところがあったんですけど、すごく良い交流だったと思います。で、うん、なんかね、こう早いんですよ。早いんだけど、うん、なんかこうよく受け渡しができている綺麗なあなところだったと思います。うですねね、うん、探しね <laughs> <laughs> い,やいいよ分の 奥貫さんのなんだろうなこう父の話をするところうん、うん、すごく自分を使ったね綺麗なセリフでしたねよく体に言ていたと思います繊細素晴らしかったと思いますそうあのベッコフの鍋のあの料理もおい美味しそうでしたよね、うん、はい、はい、で最後なんですけど31分はい貫島さんが お父さんに会って、うん、あの一言目っていうかう一番最初の第一声がね、うん、最高でしたね最高に体に響いてるね素晴らしい発音だったんですよね、うん、もちろんねあのその後のあの二人のところはもちろん綺麗でしたね、うん、すごいご利用していたと思いました、うんうん、そうあれだってそうですよねもう実際ねその何年もずっと断絶があって 久しぶりに会って話す一言目ってやっぱりそう特別なものだと思うしあれ素晴らしいシーンでしたよね。はいらったと思う。これもねなんかねコミカルとね、うん、なんかシリアというかねドラマとか、ねうん、その人の背負ってる体形、うんうん、がすごくねいいバランスだったね素晴らし十二、うん、分。 半ぐらいのところであの志村後ろ志村後ろあれちょっと僕すごい面白かったですね <laughs> <laughs> ね <laughs> ちょっとぐじっちゃってるのが後ろ聞こえちゃってるっていうね <laughs> 定番なんですけどやっぱいいですよねあのコメディの基本の方というかね <laughs> 後ろにいるショックを受ける浜田さんも受け,受けるそ,う,そう,うまいよね あ,あいう,のうまいよね,ね本当に <laughs> あ <laughs> ねあれねちゃんと傷ついてるというかねそうねいやっと当人とっては悲劇なんだけどやっぱちょっと弾いてみると <laughs> 面白いっていうね <laughs> あそうコメディの基本ですよねはい面白いですよねはいというわけでシェフは名探偵第9話最終回でございましたありがとうございました はい、えー。この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。